太陽系外惑星 PDS70C 周りの周、惑星円盤周惑星円盤は惑星の周囲に形成される円盤状の物質の集まりの総称であり硬着円盤の一種であるガスやゴミ、微惑星、小惑星や衝突破片からなる周惑星円盤は衛星が形成される現場であると考えられている木星の周りのガリレオ衛星のような巨大惑星の 周りの大型の規則衛星は惑星の時点方向と同じ方向に公点し軌道平面がほぼ揃っている。これは太陽の周囲をほぼ同一平面上で公点する惑星の状態と類似している。惑星は原子星の周囲に形成される原子惑星系円盤の中で固体物質が集積することで形成されたと考えられている。これとの類推から 巨大惑星の周囲にもかつてはガスとゴミからなる円盤が存在しそこで固体物質が集積することによって規則衛星が形成されたとの仮説が提唱されたこの惑星の周囲に形成されたと考えられる円盤が周惑星円盤である原子惑星系円盤が比較的早い段階から観測的に存在が判明していたのに対しサイズが小さい終惑星円盤は 観測が困難であった。そのため、原子惑星系円盤に関する知見を応用した理論的研究や数値シミュレーションを用いた研究が行われてきた。数値シミュレーションを用いた研究では、巨大ガス惑星が周囲の円盤ガスを膠着して質量を獲得する過程で必然的に中惑星円盤が形成されることが指摘された。 分子雲の物質が原子惑星系円盤を介して中心の原子星へと膠着していくのと同様に原子惑星系円盤から供給された物質は中惑星円盤を介して中心の惑星へと膠着していく。原子惑星系円盤中では固体物質は微惑星と呼ばれる小天体へと成長しそれが惑星を形成する元となる。これとのる遺から中惑星円盤内では 微衛星が衛星を形成する元となっていると考えられている。近年では観測技術の発達により、いくつかの若い太陽系外惑星の周囲での周惑星円盤の検出が報告されている。2018年8月にカメレオンザ CSAB の,の周囲の周惑星円盤の検出が報告された。発見報告論文の著者らはカメレオンザ CS 成形は、正周円盤とともに、周惑星円盤が存在しているであろう、唯一の形であると述べている。2019年6月には、分光観測及び惑星への物質の降着の特徴を用いて、PDS70 ビットの周りに、周惑星円盤の兆候が検出されたことが、報告された。物質の降着の特徴を捉える観測は、 他の惑星候補天体に対してもすでに行われていたものである。さらに2019年7月には、あたかま大型ミリ波サブミリ波干渉計を用いた中惑星円盤の初めての検出が報告された。ミリ波とサブミリ波の波長を用いたあるまでの観測は、惑星間空間に集中した惑星間ゴミを観測するのに適している。これは、構成はこれらの波長では、 比較的弱い放射しかしておらず、また可視光線では中心の光線が圧倒的に明るく惑星間空間にある物質を観測することが困難であるためである。PDS70 は複数の巨大惑星を持つ若い光星であり、蒸気の PDS70 ビットも重い木星に似た系外惑星である。2番目の惑星である PDS70C も 同様には各重い木星型惑星であり、周惑星円盤の検出が報告されている。この惑星系は、地球から370光年の距離にある。PDS70 系の観測を主導した、ライス大学のアンドレア・イーセイヤは、ついに、周惑星円盤の動かぬ証拠を、初めて観測できたと述べ、あるまでの観測結果を高分解能の赤外線と、 可視光線での撮像観測結果と組み合わせることによって惑星の周囲に存在するゴミの集まりが実際に惑星を取り囲んでいる円盤であることが明確になるだろうとの見解を示している。ありがとうございます。